ちは、講師の伊藤真由です。今回は英語の授業の受動態をやっていこうと思います。で、今までの授業で、受動態ですね、いろんな文の形作れるようになりました。肯定文はもちろん、否定文、疑問文、もしくは、疑問詞が入っていても助動詞が入っていても文章を作れるようになっていると思います。で、今回はちょっと違う切り口で見ていこうと思うんですけど、 SVOO、SVOC の文っていうのを見ていこうと思います。SVOO、SVOC 聞いたことありますかね。これ、主語とか、述語とかを、英語で、略称で書いたものなんですけど、主語が S、動詞が V、O っていうのは目的語でしたね。で、C っていうのは保護でした。こういうふうに英語の文章の中では、まずここ SVOO って呼ばれる、主語述語で目的語を2つ取るような、動詞っていうのがありました。そういう文章があったんですね。もしくは目的語の後に保護を取るような、文章もあった。そういう文章についてちょっと見ていきましょう。で、今日はですね、まず1つ目、SVOO の文章の受動態について見ていきます。じゃあこういう文章って今までやってきた文章と何が違うのかっていうと、目的語、この O ですね、目的語が2つあるんです。こういう文章、じゃあ受動態にするときどうしますかっていう話なんですけど、受動態っていうのは目的語、思い出してもらうと目的語だった部分っていうのを主語に変えて文章を作るんでしたよね。ってことは、今回目的語が2つってことは、その主語の選び方2通りありますよね。つまり受け身の文、受動態の文章が2種類できてしまうんです。じゃあ実際にこの文章で見ていきましょう。 SVOO の形を取る動詞っていうのはもう決まってるんですけど、例えば teach、 教えるっていう動詞がありますね。ではこの文章、 Taro teaches us mathタロウは私たちに数学を教えてくれるっていう文章です。この場合、タロウは主語、 teaches、 teach は動詞、そして us っていうのは私たちに教える、なので目的語の一つ目ですよね。人の目的語で、 math っていうのは数学を教える、なのでこれも目的語ですね。今回は物の目的語になります。ってことは目的語が us と math の2つあるっていうことなので、どっちも主語にできるっていうふうに考えられるんですね。ではまず人を主語にしてみましょう。この us、 私たちにの部分を主語にしてみます。でするとどういう文章になるかっていうと、じゃあまず日本語で考えますね。私たちは太郎に数学を教えてもらう、教えられるっていう文章になります。ってことは、じゃあ受動態の文章の作り方思い出してみましょう。まずは主語にしたい目的語、これを主語の形にして先頭に置くんでしたね。なので私たち、なので we です。その次にこれに合わせた be 動詞を書く、 are ですね。そして be 動詞の後、動詞の過去分詞形をつける。今回で言うと teach の過去分詞形なので taught。 でこの後どうなるかっていうと must、 これですね、使われなかった、主語にならなかった目的語っていうのがここに残りました。こういうふうにですね、 SVOO、 目的語が2つあるような文章では1つ目的語が選ばれて主語になります。じゃあ選ばれなかったもう1つの目的語っていうのはどうなるかっていうと、このように動詞の後にそのままの形で残るんですね。なので We are taught、 ここまでは主語、 be 動詞、過去分詞、その後使われなかったものの方のこの目的語が残ります。で最後動作の主体を書いてあげればいい、 by 太郎、なので We are taught math by 太郎、私たちは太郎に数学を教わるっていう文章ですね。じゃあこっちもう一つの目的語、これも主語にすることができます。じゃあ数学、この math の部分を主語にするとどういう文章ができるか、これも同じようにですね、受動態の文章の作り方で作ってください。ですると math is taught to us by 太郎ってなります。数学は私たちに太郎によって教えられているっていう文章ですね。で、じゃあさっきみたいに、じゃあ使われなかった、主語にならなかった、この目的語どうなってるかっていうと、動詞の後に us っていう形で残ってるんですけど、今回 to がついてますね。これ括弧ってついたのは省略してもいいよってことです。で、これ
物が主語になった時、これちょっと注意ポイントがあります。どんなところに注意してほしいかっていうと、物が主語になった場合っていうのは、まあ、つまり使われなかったこの目的語は人なんですよね、まあ、人の場合があります。で、動詞の後に残る目的語が人の場合、今回だったらこの us ですよね、私たちに。これが人の場合っていうのは to または for をつけて表します。これ、まあ、誰々に教えるとか誰々に教えられている、そのね、人そのままつけるんじゃなくて、こう助動詞はすいません、前置詞をつけて、その人に、その人のためにっていう意味を付け加えてあげるんですね。で、to か for をつけるわけなんですけど、これは動詞によって、使い分けがされています。これはね、少し覚えなきゃいけないところなんですけど、例えば、teach 型っていうんですけど、まあ、教えるというような動詞だったら to だし、後で出てくるようなこれですね、作るとか、あとは買ってあげる、買うなどですね、これは for を使うっていうふうに動詞によって使い分けがされています。で、to と for 少し使い方が違ってですね、 to の場合っていうのは省略できるんですね。今回みたいに to us でもいいし、なので must is taught to us でもいいし、 must is taught us by Taro でもいい、 to は省略できます。だけど for の場合っていうのは省略ができないんですね、というような違いがあります。なのでここはちょっと整理して覚えておきましょう。大事なこととしては、使われなかった目的語っていうのが動詞の後に残るわけなんですけど、その時にその残った目的語が人の場合は to か for をつけるっていうところですね。で、じゃあちょっと補足として書きました。意味的には一つの形の受動態しかできないものもあります。これですね、まあ、目的語が2つなので、じゃあいつでも2通りの、受動態の形ができるかっていうと、そうではないんです。もちろんね、形的には作れるんですよ。なんだけど意味的にはその文章正しくないよね、ちょっと成り立たないよねっていう場合もあるので注意が必要です。具体的にはどういう動詞かっていうと、 make とか cook とか sing とか get とか、こういうのはどうなるかっていうと、まあ、人を主語にできないんですね。じゃあ具体的に見てみましょう。They made him a cake。 これ make っていうのは SVOO 型、人と物両方を目的語に取る、2つ目的語を取るような動詞でした。この文章、彼らは彼にケーキを作りました。じゃあこれ受動態の文章にしていきましょう。可能性としては、じゃあSVO、 これが人でこれが物ってなってるので、じゃあまず人を主語にすると He was made a cake by them。 物を主語にすると A cake was made for him by them ってなります。なんですけど、このような動詞の場合っていうのはこの人を主語にすることができないんです。つまり He was made a cake by them っていう文章が間違いになっちゃうんですね。これは形的にはいいんだけど意味的にはダメ。まあ、人が作られたっていうのがこう受動態の形で表すことができないんですね。作ってもらったっていう意味をこの文章では表せないんです。なので覚えてほしいこととしては、ここに書いたような動詞、他にもあります、他にもあるんですけど、こういうような動詞っていうのは意味的に一種類しか、つまり物しか受動態の主語として取れないよっていう場合もあるっていうところを少し注意が必要なところなので、身につけてほしいなと思います。ではこれで SVOO の形の文章を見てきました。 SVOO ってことは目的語が2つなんですよね。だから基本的には2通りの受動態の文章ができる。じゃあ似たような文章として SVOC っていう文章もあります。じゃあ次 SVOC の文章っていうのはどうなるのか見ていこうと思います。はい、では次はこの2つ目の SVOC の文章について見ていきましょう。 SVOC ってことは主語、述語、目的語が1つだけ来て、その後に保護が来る、こんな文章でした。じゃあこの場合どうなるかっていうと、簡単ですね。目的語は1つなんです。おお、この目的語は1つしかないので、そしてですね、大事なところがあるんですけど、 C 保護っていうのは受動態の主語にはならないんですね。これ注意が必要です。なのでできる受動態の文章としては1種類だけになります。この1つの目的語を主語にした場合しかないですね。
で、このじゃあ保護、受動態の主語にはなれないのでどうなるかっていうと、動詞の後に残ります。なので、このね SVOC の形の文章では何が大事になってくるかっていうと、目的語と保護をしっかり区別する、これが大事になってきます。では具体的な文章を見ていきましょう。 We call her Mary、 これ私たちは彼女をメアリーと呼びますっていう文章ですね。これどういう文章かっていうと、主語が来て、述語が来て、はあ、これが彼女をなので目的語ですね。そしてメアリーと呼ぶ、この部分は保護になっています。なのでまずははあが目的語で、メアリーが保護である、これをしっかり区別してあげましょう。ですると受動態の作り方としては一通りしかないですね。このはあの部分を主語にしてあげればいい。なのでShe、 her の部分を主語にして She で、 She is called、 これですね、 B 動詞プラス過去分詞の形を作る。そしてこの残った保護を動詞の後にくっつけてあげる。で最後に By us っていう動作の主体をつける。これで、受け身の文章を作ることができます。なので大事なこととしては、目的語がどれかっていうのをしっかり区別してあげて、しっかりと受動態にしてあげるっていうところでした。なので今回は SVOO と SVOC の文章を見てきました。似ているようで実は全く違うんですね。その単語が、その語句が目的語なのか保護なのかっていうところしっかり区別して、さっきやった SVOO の文と SVOC の文、正しく受動態にできるようにしてください。では今回はこの授業、これで終わりにしたいと思います。